はい、どうもとわるです。はい、ということで今日なんですけど、今日はですね、実際僕が受験生の頃に使った教材をですね、説明していこうと思います。それでまあ受験生の頃ですね、実際様々な教材使ったんですけれども、まあ結局これでよかったなっていうところに関して喋っていきますので、正直まあ僕がもう説明するものをね、ご購入いただければ、もうそれで受かるためのテキストとしては十分かなというふうには考えています。それでまあ一応今回紹介するものに関してはですね、別リンクなんですけれども、一応まあ僕の方でまとめたものを作っておいたので、よかったらね概要欄からチェックしてみてください。そちらにもねすべてまとめておきました。なのでまあそちら見てもらえるともう動画見る意味はないかもしれないんですけれども、一応まあ口頭でも説明しておこうということで動画作っております。それでまず説明していくと、まず一番最初いるものがもう何はともあれ過去問なんです。で過去問に関してはこちら、レックさんから出ているですねウォーク問っていうものをねご購入ください。これがですね法令編と一般知識編ってものがありますので、そちらをね、ご購入ください。それでまあ結構質問来るんですけれども、その足別過去問集はどうなんですかっていう部分なんですけれども、正直まあありっちゃありかなっていう感じはします。ただまあデメリットの面に関しても動画一応作っておきましたので、ぜひね概要欄から見てみてください。はい、っていうところであります。はい、なのでまあとりあえずこのウォーク問2冊ですね。この2つ、この2つをご購入くださいと。それでその次が6法ですね。あ、そう。あと過去問に関しては必ず最新年度のものを買うようにしておきましょう。特に今年度に関しては2020年度版以外は、やはりまあ改正民法のことがありますから、買い直すことをお勧めしておりますし、その改正に関して補えばいいかっていうふうな発想の方がもしいらっしゃれば、その方は買った方がいいと思います。はい。それで次がで6法ですね。携帯行政書士6法。こちらの6法をご購入ください。まあ、受かった方はですね、皆さんこれを使ってますので、これがぜひ、いいと思います。つまりまあ、普通の6法ですね。6法だと、まあ、条文が多すぎますので、こちらを、買ってもらえると、行政書士よく問われてくる条文が、ピックアップされていますので、すごいいいです。ただもちろん、こちらの条文に載っていないんだけれども、重要だっていうものは確かにあるんです。あるんですが、それはですね、過去問をちゃんと回していってもらえると、おのずと頭に入っている条文であったりしますので、まあ、特に問題ないかなというふうには思います。はい。で、その次がですね、これですね、給付式の問題集はこちらです。給付式問題集はこの2冊を使いました。ただ、こちら、残念ながらこちらを使ったんですけれども、正直僕個人的な意見としてはあまり使えなかったです。これですね、このね、3年連続的中にまあやられてしまい買ったんですけれども、正直これが悪いっていうよりかは、こっちが良すぎたんです。なので、こちらの方ですね、こちら1冊があれば十分だというふうに僕は考えていますので、まあ、もちろんですね、あくまでまあ個人的な意見ではあるんですけれども、こちらで僕は十分でしたので、こちらぜひねご購入ください。はい、っていう部分ですね。一応まあこれのテキストだけがあれば、あとはまあ予想問題集一冊買ってもらえると、もうそれで OK かなと思うんですよ、正直ね。けれどまあもっと勉強がしたいと、その過去問だけでは足りないっていうことなので、もう少しやらないと不安だと、っていう方もいると思いますし、実際そうなんですね。だからこそ何がいるかっていうと、例えば数過去問という風な公務員試験の過去問あるんですよね。それもありかなとは思います。で僕やったものがこれ予備試験の担当過去問の行政法、あとは民法ですね。その2つに関しては、やりました。なぜかっていうと、まあ、司法試験は難しすぎるんですけれども、予備試験だったらまだまあ行政試験の範囲内かなという感じはしますので、こちら結構おすすめです。なので、行政法に関して過去問が全て完璧に終わりました、っていう方は力試しのためにこれはねちょっとありかなと思っているので、ぜひこれ使ってみてください。それでですね、一般知識どうするんですかってことに関してはこちら携帯行政書士一般知識というものがありますので、こちらねすごい薄いんですけれども、まずこちらのテキストを完璧にした上で、その知識を軸としてこう上乗せをするっていう感じがいいかなと思うので、ぜひそのようにしてみてください。はい、でのあとはまあ最後一応ね、卓越六法ってものもありまして、卓越六法、こちら民法なんですけれども、これがですね、まあ、最近はもうね、結構古くなってしまったので使っていないんですけれども、受験生の頃はこちらを使っていました。これ何がいいかっていうと、こちら判例がですね、すごいコンパクトにキュッてまとまっているんですね。だから勉強したことをまあ定着してるかなっていうことを確認しながら新しい知識を入れるっていうことにすごい特化しています。なので、まあこれも一個あれかなっていうふうな感じです。はい、っていうところですね。一応まあ説明したところとしては、まあその過去問2つっていうところと、あとは6法と、あとは給付式っていうのと、予備試験の過去問、行政法ですね、行政法、あとは卓越6法と携帯行政一般知識、こちらの計ですね7冊ぐらいかな、こちらをね主に使って受験勉強を頑張っていました。ただ他にもね使ったテキストとか様々ありますので、そちらまとめたものもリンク貼っておいたので、ぜひ一度見てみてください。
それで見ていただいて、あ、こういうのを使ったんだなということを、まあ、分かった上でですね、何を使うかということはぜひね、考えてみてください。はい、ということでありました。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。またね、明日も動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。やっぱりですね、教材で何使うかとかね、すごい悩むと思うんですね。なので、まあ、そこに関して、まあ、これはどうかなっていう質問があったらね、ぜひ気軽にツイッターの方からよろしくお願いします。あとコメントでも全然いいので、そういう感じでぜひ、ね、気軽に質問してください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また、ね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。